はい、ドリームダーのサーマリン原です。それではサーボちゃん、ヒラです。お願いします。お願いします。面白いものを買ってみました。面白いもの、はいはい、じゃん。何ですかそれは。まあ、これウィッフルボールっていうんですけど、はい、まあ、たまたまアンダースロー塾に来てくださった方がウィッフルボールの話をされていて、はい、非常に曲がる魔球を投げることができるらしいんですよ。言ってましたね。言ってたよね。はい、でちょっと気になっちゃってね、はい、やっぱり野球やってるから、はい、魔球とか曲がるとか弱いんですよ。弱いんだよ。そうそうそう。なのでこのちょっとウィッフルボールを使って、まあ、どういうボールが投げれるのか、はい、ちょっと体験してみようじゃないかと、はいはい、いうことで平谷くん一緒にキャッチボールやっていきましょう。はい、ドリームドア。はい、じゃあまずストレート、まあ、こうやって持ったらストレートになるらしいんで、これで投げてみようと思います。いや、はい、おお。え、今どうやって投げました。あのね、穴が上になるような感じ。穴が上。そう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 、どこ、それもストレート。いきます。 OKOKOK。変化はしないっていう感じかな。なるほど。じゃあちょっとさ、変化球やってみていい？はい。この穴の方向に曲がっていくらしいんですよ。だからこうやって投げるとこっちに、こうやって投げるとこっちみたいな感じらしいんで、じゃあちょっとまずスライダー方向で投げてみようと思います。こっちね。はい、いきます。おお、めっちゃ曲がる。すげえ。めっちゃ曲がった。おお、めっちゃ曲がる。すげえ。めっちゃ曲がった。穴が開いてる方に曲がっていくんですか。そう、穴が開いてる方に曲がっていく。なるほど。穴が開いてる方に曲がっていくから、あ、こうか。これでスライダーです。はい、いきます。おお、はいはいはい、曲がるね。もう一回いくよ。はい、おお、曲がる。カミソリスライダー、楽しい。めっちゃ曲がる。ドリームドア。じゃちょっと逆で行ってみようと思います。シュートね。シュート反対側。はい、おお、ちょっと進化系があった今。なるほど、行きます。はい、僕もじゃあシュート行きます。はい、あれ。あれ。あれ、あれ、まっすぐ来てるよ。おお、進化だね。もう一回シュート。はい、あー、いいね。ドリームドア。じゃあこっちで、はい、行きます。はい。めっちゃ曲がるやん。キレやばいっす。ひわたりくんの方にまっすぐ行ってんのに、シュワーって。僕もじゃあ、何だろう。反射神経。いきます。はい、おい、まっすぐやあれ。まっすぐ来たよ。分かった分かった。びっくり。はい、行きます。おお、今いいシュート。いい。ああ、ドリームドア。じゃあちょっと投げ方も変えてみようと思います。ちょっとサイドスロー気味。はい、ここら辺から。この穴の方向に曲がっていくっていうことだから、下向いたら急激に落ちるってことだ。ですね。だよね。一応理論上は。ちょっとやってみようかな。下に落ちるであろう、リリースね。はい。おお、おお、めっちゃ落ちた今。すげえ。おお、おお、めっちゃ落ちた今。すげえ。下向き。下向き。穴が下。穴が下。そうですよね。穴が下だと一応下に落ちるっていう理論。はい、じゃあ穴下でいきます。はい、いきます。はい、上から投げる。はい、あ、そっか。上から投げたら落ちないですか。落ちない落ちない。下から投げるからこういう回転になってこっちにブワーッと落ちる。あ、そうかそうかそうか。そう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 。あー、理解しました。か、上から投げてもストレートで、さっきも。そうですよね。そうそうそう。じゃあもう一回下いくね。はい、まあ、シンカーみたいな。おお、落ちるね。落ちる。ドリームドア。じゃあ次、上向きで、穴が上向いてる状態で、はい、理論上は上に、
ライスボール的な。ライスボールが投げれるのか、はい、やってみるね。お願いします。いきます。おおおお、すげえ、めっちゃ伸びた。グーンって超えてきました。すげえ。僕も行って投げます。あ、はい、上に、うん、行きます。はい、なんか甘いなんだよな、あれ。もう一回行くよ。はい、行きます。あー、今のはダメだ。難しいな、これ。ちょっとのあれがあるのかな、ちょっとの違いで。なんか、そういうコツ的なのがあるのかもしれないですね。ドリームドア。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。面白いね、ウィッフルボール。めっちゃ面白いですね。まっすぐ投げてさ、変化するっていうのは野球じゃないじゃん。はい。こういう穴が開いてるボールだからこそ、素直に投げて曲がってくれるっていうのは、はい、面白い。しかも、全然練習してないのに、はい、ぐんぐん曲がるやん。これ、もし本当に練習したら、いや、すごいことですよね。どんだけ曲がるんだろうっていう。はい。今回は、まあ、素直にストレートで曲げてみたいとか、ちょっと横から投げてみたいとかっていう感じだったんだけど、はい。アンダースローで、ぐわって曲げたりとか、はい。だそれをちょっとね、平田君打ってみたりとか。ああ、いいですね。っていうのも面白そうだよね。はい。今回はだからこのキャッチボールの中で、ウィッフルボールっていうのを体験した感じなので、はい、次からもうちょっと違ったウィッフルボールのところに迫ってみたいなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は、JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと、左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。